皆さんこんばんは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対広島カープの一戦をお伝えします。後ろにこういう絵があるときはですね、多分明日は釣りだろうなと思っていただければいいと思います。単語の方に来ております。今日のゲームはですね、伊藤将司とアドゥアの投げ合いということになったわけですが、まあ今日は伊藤将司がもう2回で6失点しましたので、もうゲームはこれで多分決まったろうなと思いましたね。まあ今のタイガースの打線がこの6点をですね挽回するだけの力があるかって言われたら、ちょっと今の調子ではですねちょっと難しいな、そういうものを感じました。そういう点からすると、まああとはですね、あの3回以降リリーフ陣がですね7イニングを無失点にしのいだ、まあ、これが一つねタイガースサイドからすると明るいものだったかなという気がしますね。ちょっと振り返っていきましょう。この辺りにホワイトボードがある形で多分喋る感じになると思います。まず初回ですね。初回の1点、これはですね野間にまず甘かったですね。これもスライダー、一塁線抜いた二塁打ですね。そしてどうするかなと思ったらですね、今日は2番に菊池を入れて送りバント、ワンアウトサードという形を作りましたね。この場面僕はどういう守備位置で守るのかな、これ一つ見どころだと思ったんですが、まあ定石通りと言っていいと思いますが、後ろを守りましたね。前進守備をせずに、後ろを守ったショートゴロセカンドゴロであれば1点は献上するよというような形の守備体験になったわけですが、ここ僕はカープが今、4試合連続ですね無得点というかなりプレッシャーのある中での1点狙いですから、これ前進守備したらバッターがちょっとプレッシャーかかったんではないかな、そういうちょっと遊び心で考えていくとですね、あそこ前進守備が面白かったのかなと僕は思いますね。まあいろんな考え方がありますから何とも言えませんけれども、もし僕がどうするかって聞かれたら前進守備を取った場面でしたね。はい、まあここはまあ定石通り後ろを守って、小園はもうこれ本当にショートゴロ狙いのような形でしたね。ショートゴロを打って、サードランナーを生還させたという1点でした。1回の裏タイガースもちょっとチャンスがあったわけですよね。近本がまず先頭でセンター前のヒットを打って、中野はセンターフライでワンアウト、この辺がねちょっと中野なんとかこうランナーを送れるような、バッティングができるといいんですけれども、ポコッと上げてしまうと何にも起きないという感じになりますね。そして前川、今日3番にもう一度入れました。その前川がですね、内野安打でつなぎましたね。ワンアウト1、2塁でしたけれども、大山の状態がやっぱり良くないですね。インサイドのまっすぐ見逃しの三振、そして佐藤輝明がファーストゴロで点にならなかったという初回でした。そして2回の表、まあ、この2回の表でゲームがもう決まってしまったと言ってもいいと思うんですが、先頭秋山はピッチャーゴロでワンアウト、上本からですね、まあ、セカンドオーバーのポテンヒットですね。まずポテンヒットで、出塁、そして相澤2-2カウントからですねツーシームだったそうですけれども、これがまあやっぱ甘いんですよね。甘いんでいいところに飛んでいく、レフト線に二塁打、これで上本がですねチョークホームインしました。1点取りました。ツーアウト後ですね、アドゥアワンボールツーストライクから、まあ、苦し紛れにポンと打った打球がですねセカンドキャンバスに当たって、角度が変わって、内野安打でつな、ぎました。この内野安打が結局大きかったということですよね。1、3塁でそして、1番野間に帰ってきて、野間がライト前でまず、この回2点目です。そして2番に入っている菊池、ワンストライクからこのスライダーも甘かったですね。センター左へツーベース、これで2点追加してこの回4点。そして3番小園のレフトへのヒットで菊池も二塁から帰ってきたという、5点入って6対0ということになりました。今日の伊藤のピッチングを見てまして感じたのは、やっぱりまずキレがあまりないなっていうね、前回もやはり立ち上がりキレはあんまり良くなかったんですよね。3回ぐらいからちょっとこう伊藤らしさが出てきたなというところだったんですが、今日はその伊藤らしさが出る前にもうガンガンとやられてしまったというような印象が強いですね。セルラスタジアムでジャイアンツやった時のあの大失点をですねちょっと思い出しましたね。はい、
伊東でもこういう日があるんだなっていうのをですね、感じましたね。その後の漆原がですね、3イニング投げてくれた。もう先発ピッチャーが2イニングで降板っていうのは、これはもう想定外なんですよね。やっぱり少なくとも5回は投げてもらいたい、そうでないとですね、リリーフ陣に非常に負担が大きくなるということで、さあどうするかなと思ったんですが、漆原の3イニング好投、これは非常に意義がある好投だったと思いますね。3イニングで打たれたヒットは1本だけでした。堂林に打たれたセンター前のヒット1本だけ、三振もですね4つ取りました。非常に安定したピッチングでしたね。どんどんあのボールの勢いも出てきてるんで、また漆原の出番も多くなっていくんじゃないかなという気がしましたね。その間に森下がレフトへ今季3号のホームラン、まず1点、まずというか1点を返しました。6対1。そして6回は浜地が出てきて、この回は0点にしのぐんですが、相澤の放ったライトへのファウル、これは一旦ホームラン判定されましたけれども、もう一度協議してですね、これファウルだったということで、ファウルに変えられましたけれども、なかなかいい当たりをされるんですよね。だからやっぱり勝ちパターンのところでまだ使えない、こういう劣勢の時しか今浜地はちょっと使えないなっていうね、そういうことだと思いますね。はい、6回の裏にですね、タイガースはですねビッグイニングになるんではないかなっていうような回が来たんですよね。先頭打者中野がライト前にヒット、そして3番前側ですよ、追い込まれてましたけれども、まっすぐこれうまく打ったんですよね。あわやレフトポール際のホームランかなっていう当たりだったんですが、これをですね秋山超ファインプレーです。マットのところに足をかけてダイレクトキャッチ、まあ二塁打三塁打になってたかもしれないっていうような打球をですねもぎ取りましたね。この一つのプレーでもう完全に今日はカープかなっていう感じがしましたね。まあ、あれが抜けてればちょっとわからないぞっていうところだったんですけれどもね。そして2アウト後、それでもタイガースまだ頑張りました。佐藤輝明がセンター左へ、これは打球の速い当たりでしたね。二塁打、一塁ランナーの中野がホームに生還して1点。ピッチャー増田に代わって、森下ですね、森下にはフォアボール、そして梅野にライト前のヒット、これつながれました。ツーアウトですけれども満塁、ピッチャーの打順のところでさあ誰を代打に持ってくるかなと思ったらですね、ノイジーを持ってきました。まあ確かに面白い選択だなと思いました。けれどもワンボールからインサイドシュート気味の球、これを振りに行ってサードゴロで、この回1点止まりということになりましたね。まあ、これでまあほとんど決まったかなという感じでした。789カープの方は堀江、島内、矢崎で来ました。そして、タイガースの方は7回、島本、8回9回を岡留めというところで、ゼロ更新ということになりましたね。はい、勝ちがアドゥア2勝目です。そして負け伊藤1勝1敗、まだ今年は本調子というところではないなというのを改めて感じましたね。ホームランは森下に3号が出てます。そして、明日のゲーム、明日は僕は面白いと思いますね。タイガースは西勇輝、カープは大瀬良、この2人の投げ合いとなるとですね、ちょっと僕は読めません。本当にどうなるのかな、蓋を開けてみないとわからない展開になるんじゃないかなという気がしますので、明日のゲームはですね、ちょっと読めないってことは面白いってことだと思いますのでね、そういう気持ちで、ご覧いただければなと思います。はい、ということで、今日のゲームは広島カープが阪神タイガースに6対2、前半に挙げた6点をですね守って、カープが久々に勝利したというゲームをお伝えしました。以上です。